ヤヌスは土星の第10衛星である。同時期に発見された土星の第11衛星エピメテウスと軌道を共有する特殊な状態にあることが知られている。詳しくはエピメテウスの記事も参照のこと。土星の10番目の衛星は20世紀初頭にその発見が報告されていながら長らくその存在が確認されなかった幻の衛星だった。 19世紀末にアメリカの天文学者ウィリアム・ヘンリー・ピッカリングが第9衛星フェーベを発見したがほどなくしてピッカリングは自分が撮影した写真乾板より新たな衛星を発見したと主張しテミスと名付けたところがその後誰もテミスを確認することができなかったそのためテミスはピッカリングの誤報だったとされている テミス騒動より60年後の1966年12月15日になって、フランスの天文学者、オドワンド・ドルフィスによって新たな衛星の発見が報告された。当初テミスの再発見かと思われたが、全く別の衛星で、ドルフィスは、ヤヌスという名称を提案した。これで、土星の第10衛星が実在することが確認されたのである。ところが、ヤヌスもテミス同様、 同年のリチャード・ウォーカーラの報告を除いて、その後誰にも確認されることがなく、またも幻の衛星なのか、土星には第10衛星は存在しないのかと悲観的な見方が強まった。なおウォーカーラが報告したものは、ヤヌスと光天軌道を共有する別の衛星であったことが後に判明しており、エピメテウスと名付けられている。発見報告当初は同じ軌道に、 天体は一つしか存在しないと考えられた。ため同一視されていたが、ドルフィスが発見した天体と、ウォーカーが発見した天体が、同じ軌道を共有する別の天体であった可能性は1978年に、スティーブン・エム・ラーソンとジョン・ W ・ファウンテンによって、指摘されている。問題の解決を見たのは、1979年から1980年に、かけての多数の観測によってである。 これらには、地上からの観測だけではなく、無人探査機パイオニア11号やボイジャー1号による土星探査ミッションも含んでいる。まずは、パイオニア11号が撮影した画像の中に衛星と思われる天体が発見され、S1979S1 という仮符号が与えられた。さらにこれとは独立に近くの天体によるエネルギー粒子の吸収が検知され、こちらには、 S1979S2 という仮符号が与えられた。軌道の位置からこの二つは同じ天体であると考えられ、また、ドルフィスが発見した天体と軌道が類似していることが指摘された。さらにその後、1980年2月19日には、アメリカ海軍天文台のダンパスクが66センチメートル後傾の望遠鏡を用いて衛星を発見しており、これには、 S1980S1U カリフ号が与えられた。ほどなくして2月23日には、ファウンテン、ラーソン、ハロルド・ J ・リー・チマ、ブラッドフォード・エースミスによって S1980S2 の発見が報告され、これは、パスクが発見したものと同一の天体である可能性が高く、また、ドルフィスが発見した天体の軌道とほぼ一致することも分かった。 最終的にドルフィスが発見した天体とこれらの天体は同じものであることが確認された。なお、国際天文学連合の天体の命名に関するワーキンググループでは、ヤヌスを再発見したパスクもドルフィスと並んで発見者として扱われている。ヤヌスの名前は、ローマ神話の出入り口と扉の正面紙、ヤーヌスに由来する。戦術の通り、 発見者のドルフィスが発見後間もない頃に提案した名称である。国際天文学連合によって、正式に名称が承認されたのは1983年9月30日だが、それまでの間も使用されていた。名称が承認されると同時に、サターン X という確定番号も与えられているが、この呼び方も、正式に付与される以前から慣習的に使用されていた。なお、 エピメテウスも同時に国際天文学連合より正式に命名されている。発見の経緯でも述べたようにヤヌスは複数回発見されているため多くのカリフ号を持つ。ドルフィスによる初めての発見に伴うカリフ号は S1966S2 である。その後のパイオニア十一号や地上観測により s 百七十九 s 一 s 1979S2S1980S1S1980S2S1980S9 という仮符号が与えられている。なお、パイオニア11号によって発見された S1979S1 に関しては、ヤヌスではなく、エピメテウスと同一とする見解があるものの、確実ではない。ヤヌスとエピメテウスの軌道の交換。 互いに接近する4年ごとに、お互いの軌道を入れ替えている。馬邸系の軌道で交点するヤヌスとエピメテウスの動きを描いた2.5次元で描いた図。馬邸系の軌道で交点するヤヌスとエピメテウスの動きを動画で描いた図。土星、ヤヌスエピメテウスヤヌスは、エピメテウスと交点軌道を共有しており、およそ4年ごとに接近して、軌道を交換している。これは、 軌道力学の観点から見ると、ヤヌスとエピメテウスが1、1の平均運動共鳴をしているという状態に相当する。そのため、お互いに衝突することなく安定して、土星の周りを公転している。このような軌道共有関係にある天体は、ヤヌスとエピメテウスの他には発見されていない。ヤヌスの表面は、多くのクレーターに覆われており、そのうちいくつかは、 直径3 0キロメートルを超える大きさを持つ。ヤヌスの主要なクレーターには、キャスター、フィービー、アイダス、リンスウスという名前が付けられている。また火星の衛星フォボスにも見られるような複数の溝も発見されており、かすめるような衝突を経験したことを示唆している。ヤヌスとエピメテウスは共通の母天体の破壊によって形成されたとする考えがある。もしこれが正しい場合、 破壊は惑星、衛星形成の初期段階で発生したはずである。これは表面のクレーターから推定されるヤヌスとエピメテウスの表面は非常に古いというのが根拠である。天体の大部分は氷でできていると考えられるが、ヤヌスの平均密度は0.63グラムマイ方センチメートルであり、これは氷の密度よりも低い。そのためヤヌスは、 衝突で発生した破片が重力で緩く集まってできたラブルパイル天体であると考えられる。アルベドが非常に高い値であることも、この天体の主成分が氷であることを指示している。2006年の土星探査機シーニによる前方散乱光の観測で、ヤヌスとエピメテウスが交点している領域に薄いゴミの管が存在することが判明した。この管は、 ヤヌス、エピメテウス艦と呼ばれており、半径方向に 5000km ほどの広がりを持っている。この艦は、ヤヌスとエピメテウス表面への隕石衝突によって発生したゴミが光天軌道周辺にばらまかれた結果として形成されていると考えられる。また、ヤヌスは、エピメテウスと共に土星の艦の A 艦の維持に関与していることが分かっている。両者は共に、 A 間からはやや離れているが、7、6の軌道共鳴によって、A 間の明瞭な円を形作っていると考えられている。共鳴を起こす軌道は内側の軌道であり、質量の大きいヤヌスが内側の軌道にいるときの方が、この影響が顕著である。ありがとうございます。